中京大学開設するチーム、イエーイ、やったー。まずは1点目いくぞ。ストップ。この矢上からパスが来た時に最初はシュート打とうと思ったんですけど、少し、タッチ見せてしまったんで、すぐパスに切り替えて、矢上が見えたんで狭いスペース通そうと思って通しました。ストップ。このシーンで広瀬がセカンドを回収した時に、たまたまめちゃいいパス来て、まあ、止めたら前向くだけみたいな感じで、めちゃ前空いてたんで前向きました。このシーンに自分がまあ出した後の動きで相手外せて、でドリュー君からめっちゃいいパス来たんで、あとは止めて決めるだけでした。わあ、いいボールやな。ナイスパスです。2点目。ストップ。ではこのシーンで、センターバックと2対1の状況ができて、前の試合とかでドフリーな時に出さずに自分で外してしまうシーンがあったんで、まあ、出して確実に決めてもらおうと思って出したって感じです。ストップ。この時に、矢上が持ち出して、小田村と僕でセンターバック1枚3対1になると思ったんで、前のスペースを、認知して走り出しました。はい、どうぞ。ストップ。矢上から、相手の股抜きパスですごいパスが来たんで、キーパー見る時間があったんで、ここでキーパーの出てくるの見えたんで、最後は冷静にチップキックで決めることができました。ナイスシュート。3点目。ストップ。このシーン、セカンドボールで健一がヘディングして、本当は自分がシュート打ちたかったんですけど、ちょっと外に流れたんで、相手のセンターバックが食いついたのを見ていて、健一がいいランニングしてくれたんで、そこに、冷静にパスを出すことができました。ストップ。ここのヘディングでいつでもヘディングカットアウトと思って、まあ前に出しました。ストップ。まあここで、まあ、ドリ君のボール横パス、まあ、もうちょっとゴールやったらワンタッチで流し込もうと思ったんですけど、まあ、ちょっと浮いてて、自分のいつものパソコンの練習通り止めて前に置いて左足でゴールで流しました。うわ、ナイスゴール。右隅にナイスゴール。ごめんな。いいよ。今節も3対0で勝てました。このまま波に乗って勝っていくので、次節も応援よろしくお願いします。お願いします。